敵を率いるはサグ。この戦、余が受け。まずは敵の没命を蹂躙してくれよ。ジョウンだ。救援に来てくださったのですか。私は自力で抜け出しましたが、 まだ奥たりは。脅威。残る二人も必ずや救い出してみせよう。どうも嫌な予感がするのう。清正、正則、慎重に行くんじゃ。やったろ。正則。 あのバカ、後ろから敵が来ているか。さっさと終わらせた方がいいな。頼りにしとで。はい、しました。知らぬ土地でいきなり囲まれよ。できた。どうでしょう。 いや、やっと必死はせんぞ。マジ戦う。とっつけしない。俺に任せよ。二人は敵のために落ちてしまう。呼吸。キン。すまん。あと頼んだ。次回に。クズどもが。 ルビーどもの手に救われるとは。ありがたいことじゃ。砦から出てこないなんて立派な子だね。私が言って聞かせてあげるよ。世話焼きの奥方がしびれを切らしたか。あの人も悪気はないんでしょうけどね。綺麗な顔してやるじゃないですか。 我が目的は果たした。コーチュー・ドギーンを連れ、我が撤退する。敵は見るし。猿の角を撤去。拝みに行こう。なんと、ありゃ信長様か。相手が誰じゃろうと卑怯せんが、まずいのう。秀吉様、落ち着いてください。いざ。うっしゃ。
ここで終わらすはずが、そう簡単にはいかんかったが、あの力を使わねばならんからね。さあ、ウヌが真に信長が見極めてくれよう。 世に逆らうか。秀吉様に手出しはさせん。 今のうちに撤退を。すまねえ。見せるのだ。よせ。化けたのは猿の子が。面白い話でもなかろう。そういう前、敵は信長殿が食い止めてくれよう。こいつらに打ちに引くのだ。攻めかかるぞ。 お前の横にいれば俺の誰かの視界に入れる。いやいざ、いっそもっと目立ってくれ。ウヌが打ち取った。見事ズゾ。悪い、聞かせてもらう。聞く、すまん。 やってくれると信じてましたよ。このまま、あっさり勝ちたいもんですよ。ガンガン行くね。見た目は確かにそうですが、こちらは先行で注目を集めるとしましょう。
救われた恩を返すためにも我劉備のため。ああどうか。それにしても妙ですね想像以上にややこしい世界だ。